ということで今からですね、エキシムの有馬離宮の方に向かっていこうと思います。イエーイ、パチ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 、山道が続きます。めちゃくちゃウニャウニャしてる。ウニャウニャしてる。これがワンディンロー、この道ずっと行けばなーなーなー、カントリーロードやな。うん、カントリーロード。あの曲がりくねったのやつってあれさ、なんだっけ、ワウンディング曲がりくねった道の先に、道の先待っているいくつもの小さな光、まだ遠くて見えなくても見えなくてもただそれだけで信じていこう。お、なんか橋出てきた。橋、わあ綺麗。を彷彿させますね。この山道。ロッコさん、ヨコさん、ヨコさん、あ、羊さんのオブジェがあった。かわいい。羊が有名なの。羊が、ロッコさんも羊が有名です。そうなんだ。ロッコさんも羊狩りしてるね、みんなで。え？そんな怖いわ。でも有馬も、有馬温泉まで行くときはトラップいっぱいあるけど、エキシブの有馬はそんなに、なんか。ガチ奥の有馬って感じじゃない。あ、そうなんだ。手前有馬。あ、手前だから、イージーめの有馬。あ、なるほど。買っちゃいましたけども。買っちゃいましたね。買い替えちゃったね。まあ、でもあれを基本的に今から行くのもこれも仕事やし、うん、まあ基本的にはね、あの仕事ってね使ってますので、やっぱ家事安分というものがありますから、基本的にやっぱこう8割を経費としてあげるわけですからね。うん、8割はやっぱりあのあれですよね、経費としてギャラリーに行っていこうかなと思います。うん、傾斜目線の。はい、傾斜目線。あ、テスラや。お、いいね。かっこよかった。かっこよかったね。うん。まあ、電気自動車な、早くな、使える時代来てほしいな。ね。ちょっと現実的じゃないよ。うん、まだ。いや、めっちゃ考えてね、EV 車。ほんまに考えたし、テスラはマジでイーロン・マスク神やと思ってるから。うんうん。どうしても欲しかったけど。作られたやつはもうショーでしかやらないです、うん、僕はもうあれはもうガッツリ作り込んでる。もうガチガチに作り込んでってる、ね、おーおー、もうテンション上がるね。ね、すごい、ゆっくり行こうなんか、うん、絶対またこん中でも迷うもん。こんなでかかったら、そうね、ピーコ前で正面で下ろす方がかっこいいのは知ってんねんけどな。うん、ピーコ、ピーコ、うん、あ、すごい。あ、すごい。あ、そうです。はい、大内と申します。あ、よろしくお願いします。本日はよろしくお願いします。場所もどちら。あ、そうですね、こちらで何か驚いちゃったんですか。わかりました。じゃあこちらでお願いします。あ、どうも。ありがとうございます。
みんな認知はしてるけど、供給が足りてない、人数いっぱいないっていうのは、今おっしゃったように、基本的にオーケストラの中のパートになってるじゃないですか。でオーケストラのパートになっちゃうと、どうしても場所の制約条件と、それからまあみんなで合わせた時間の制約条件がある。ってなると、なかなかこう、ね、特に主に場所の制約条件がある以上、皆さんが、こう日本ってあんまりこうオペラハウスとかこの辺にあるわけじゃないんで、なんか目にする機会がなかなかないのかなと。究極の選択、究極すぎる。私はトマトベースで。僕ではオイルでお願いします。はい、かしこまりました。食べよう。いただきます。ああ、いいですね。あ、綺麗なんよ、造形が。ね、いかんせん。うん、
盆栽みたいな感じなんですよ。オリーブオイルに大好き。クロールしたいよね、ここで。この中でクロール。私はバタフライがいい。前世イタリア人やと思うね、好きなものが。そうね。うん、てか、コンセもラテン系だけど、イタリア人みたいな顔してるから、ね。カッコつけてるっていうのを言うてるから、僕カッコつけてるっていうエンターテインメントでやってるから、うんうん、真にカッコいいじゃないの、カッコつけてんねん、うんうん、だって靴下のサインを間違うとかで分かる、靴下のサインを間違うし洗濯できへんし、うん、なんか忘れ物めっちゃするし、服裏表やし、バケットを中から持ちします、お願いします、はい、オリーブオイル美味しすぎて1個のパンでほぼ全部ひったひたでひったひたでマジで疲れたい、ありがとうございます、めっちゃ美味しい、めっちゃ好きです。この上にもオリーブオイルかかってんな、ね、あの女性のやつかなでもちょっと違う、具体的にこういうのが我慢とか改善点、まあ今でもそれこそフィードバック、うん、正しく伝えること、うん、アウトプットの方、うん、あとは客観的に見れてるようでまだ視点の数が少ない、うんうん、まあ、客観的に見ようとはしてるのは分かんないけど、うんうん、やっぱりこの軸とこの軸とこの軸とこの軸みたいな、それこそやべりょうができるみたいないろんな軸を想定してっていうのはまだちょっと弱いかなと思ってて、うんうん、この仕事はそれが一番鍛えられるとは思うから、うん、でそれできると子育てとかでめっちゃ有用なんよ、うん、そういうスキルって多分普通の仕事である程度昇流上がっても、うん、まあ、それ上げれたらそういうポジションにつけばなるけど、うん、時間かかんの今って若者がそこにいる、そうね、確かにね、でめっちゃ時間かかってやっとなんか勤務して5、6年とか下手して10年とかで、うん、そこのポジションを任されて、うん、そこで初めて成長できる、うん、だから悪いことじゃないけど遅いね僕からしたら、うん、それを早い段階からもバーンとその立場につけるっていうのはもうベンチャーでしかないやんか、うん、でベンチャーにつこうと思ったら基本的に IT とか、まあそのまあ、金融とデファイとかいろんなこうなんやろな、まあなんかその専門的な知識とか特殊性がないとまずベンチャーでそこのポジションで絶対普通はつかない、うんうん、だから特殊やと思うね、これはこの業務は、うん、基本的にその従来からやってるような基本的なまあ典型的なビジネスやと思うで、基本的には価格差、地域による価格差とかを利益にしてるわけやから、うん、ね、だけどそれがこういう形で結構なマルチタスク必要で、かつなんやろなうん、その今言ったようなこうさいろんな視点で物事を考えたりとか、うん、いろんな判断軸を作ったり、うん、で今の状況とか動いてるお金とかいろんなことを考えてたり人の気持ちとか、うん、もう全部いろんな要素を考えて動かなきゃいけないや、うん、やっぱり自分ができること増えてくるとそこを下を見ていかなきゃいけなくなるやん、うん、その時により成長はする人は、うん、あこんな感じなんやみたいな、人ってマジで思い通りになるなみたいなそういう経験が大事かもしれない、ただまあもうあなたはもう間違いなく努力家やし、めちゃくちゃ性格いいし、まあ、人のことを思いやれるし、で最近そのいろんなことにも気づくようになってるなって思うし、うん、一時やっぱちょっと評価された時期あったけどやっぱ上がったよ、そこはもちろん、で僕はそこシビアやからちゃんとシビアさあれけど、このなんか下がったなって思ったらその下がったままで終わらずにちゃんとそこからどうなったかってちゃんともちろん見るからさ、見た上で今はすごい最高と思って、ほんまにここは正直に言っていこうと思う、今のあなたの声とか良くないよとかここいいよって言っていこうと思う、桃の香り、桃の香り、毎日毎日これぐらいの利益が上がってて、でおそらくこんだけ人件費かかってて航空券こんなにかかってるなってことがある程度わかるやん、全員の現場に見る航空券はメール転送されてるね、あーそっか、領収書で、うん、まあでも要は航空券の変動はするよ、もちろん変動するけど、まあ、1億円ならこんだけ出やすいよねみたいな、けどまあ芦屋とかってこんなにし、うん、大体の値段のあれが分かるやん、最初にバーンとコストかかってる時もあればかかってない時もあるやんの中でさ動くやん、だから頭の中でそのそういうことをやらざるを得ないからさ、大抵、だからまあ自分がこれぐらい利益をもたらせればいいなみたいな計算をするやん、 それがいい訓練かなと思う、うん、これって一般企業のなんかその業種がうん、なんかポジションがそういうとこじゃなかったらそこまでそんな考えへんと思うよ、全然のこと、毎日飛行機代と
まあ、場合によっては宿泊費だから人件費、まあ、宿泊費はだいぶカットしてますが会社のあれはちょっと待って自腹で払うかな。いや、いいよ、経費で、うん、ね、いいよ、それはだから別に泊まったやつは全部経費であげて、うん、全然問題ないのかな。気持ちの問題。そうだよね、だって鳴らしたら別にそうでもないけど、経費の生産の頃にはもうそれ終わってるから大丈夫よその日じゃないもん、うん。具体的な日付はまだ決まっていませんが、こちらの美しい中庭にて、チェロのリサイタルをしようと思う。また皆さん、どうぞお楽しみに。お乗りください。